はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。ということで、今回のカメラマンは、あれ、カメラマン誰ですか？あなた誰ですか？磯丸。いや、八丸だろ。またいや、そんな、そう、朝方まで空いてる海鮮居酒屋なんてそんなわけないでしょ。カメラマンやるわけないでしょ。いや、ありがとうございます。海鮮居酒屋がカメラマンするわけないから、集まる場所だ。いや、しつこいな、長いな。本当に美味しいけどね。こんなに やらないから。たまにマグロのブース。いやいや、いいな、長い長い長い。ということで、今回は長期にわたっての動画になりますけども、はい、今回ヘラクレスの赤目レッドアイのやつを以前紹介したんですよ。おお、もうだいぶ前になっちゃってるかもしんないですけど、はいはいはい、動画上では。それをちょっと交尾を今回はしていこうかなと。おお、おそ、今回は交尾ですけど、卵取り出す、幼虫取り出す、幼虫をお引っ越しさせます、で、まあ、さなぎ、成虫っていう感じで見せていけたらなと思うんで。あ、なるほど、はい、これもじゃあその一部。そうです、一部です。なんでこの動画が上がるのは今日が2019年の9月18日なんですけど、はい、おそらく2020年の12月とかになると思います。うわー、なるほど、ね、1年半後ぐらいだと考えてもらって、オスの成虫が生まれるまでになると思うんで、はいはいはい、ちょっとやっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、なんでこれすごい長い動画になると思いますから、こちらすごいですね、はい、いつも通りの幾多の交尾を協力してくれた発泡スチロールですね、はい、そろそろこれ新しいのに変えないと。変えないとか、ボロボロになってきてますから。ここでネプチューンもヘラクレスもハードウィッケー五本角とか、あ、みんなそこで、ね、サタンオオカブトとか、はいはいはい、いろんな種類が交尾してきた場所なんで、名誉ある発泡スチロール。この中でちょっとまたやっていきたいんですけど、まだ見てないですね、八幡さん。赤目、赤目見てない。これがですね、こちら。おお、あ、ヘラクレス。ちょっと見づらいですかね。あ、でもなんか赤いんですよ。赤いな。あー、わー、なんとなくわかる。ちょっと見づらいか。あ、でも直接見たら全然わかるわ。そう、まあ前の動画見てもらった方がまだわかりやすいかもしれないです。はー、これとメスを一緒に交尾させていくっていう場所を取っていこうかなと思いますので。へー、ちなみにメスの方が見やすいですね。メス、あ、メスめっちゃ赤い、はい、メスがこちらで餌を与えまして、捕食もまあ1ヶ月ぐらい経ってるんでいいかな。かわいいな、はい、これで参ります。ピクピクさしますね。来た、気づいた、気づいた、気づきました、完全に気づきました。あれ、もしかしてこいつはってなってますね。でもメスもおとなしく受け入れてるんで、うんうんうん、交尾の前に入れられる時に多少逃げようとしたりするかもしれないですけど、もう受け入れてはいます。へー、はい、本能的にちょっと逃げようっていう、はいはいはい、風になっちゃうのは仕方ないことなんで、はい、で、野獣馬の小林が1匹、あー、はい、野獣いますね。はい、いや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 、小林を追わなくていい。なんか割れ目のとこ舐めてるよ。そう、でもこれでこうメスを感じてるらしいですよ。そのここの三角形あるじゃないですか、上の方を見てもらって。はいはいはい、ありますあります。この羽と羽の、ありますね、羽じゃない部分みたいな、うん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 、ここからフェロモンが出るらしいんで。ああ、そうか、それを、はい、あ、でも全然オスは動いてないな。動かないですね。ちょっとまあ一旦これこのまま、はい、して交尾できたらまた映像にしますので、はい、一旦それまでしばらくお待ちください。はい、僕らの予定の時間内に終わんなかったので、はい、こんな感じで変わらずって感じなんで。そうですね、こっからはもうちょっと動画外で一回交尾様子見て、はい、まあ、産卵セット組んで多分採卵っていう形になると思いますんで、それまでしばしお待ちくださいということで、はい、そこまで移動。はい、結局交尾はちょっと確認する時間なかったんで、この中に同居させてるんですよ。で、一応カメラマンが変わってるんで、先に沖縄県くんに変わってます。いや、具志堅ですよ。具志堅か、具志堅の沖縄県じゃないのか。いや、逆です、逆です。逆か、ええ、規模でかくなっちゃうもんな。僕の沖縄県ってなったら背負いきれないです。背負いきれないか、はい、キャパオーバーです。具志堅ね、はい。で、これ今こんな感じで一緒に同居させてて、はあ、こう寄り添ってる感じなんで、まあ大丈夫かなと思いますんで、産卵セット組んでいきたいと思います。はい、でまず飼育容器ですね、これ。まあ、ちょっと蓋後で用意するんですけど、はい、小林シャッターの大きい大サイズ、これに入れていくんですけど、マットを今回ダンバージャックのオリジナルマット、はい、
これね、なんか最近多分袋が変わって、今までこうハサミじゃないと開けれない感じというか、こうやって指でちぎったりとかじゃないとダメだったんだけど、ここに切り込みができて簡単に開けれる。ほんとだ。なんで両サイド、ちょっと難しかった、たくそな切り方ちょっと土の感じも変わったんだよな、多分袋が変わって、うん、どう変わったんですか。前の方が土感が強かったんだけど、はい、今回のやつの方が茶色っぽいというか、もともと黒っぽかったんだよ、もともとのオリジナルマット、はい、に比べたら、なんかまあクワガタとかにも使えそうな感じで、もしかしたら棚の位置が変わっただけで、これ俺オリジナルマットとして買ったけど違うマットなのかもしれない。ってぐらい、まあ、変わった。あ、そんなに変わってくる。で、これだけじゃちょっと足りないんで、もともと使ってたヒロカマットっていう、ああヘラクレスの元飼育記録保持者の人が作った産卵用のマット、これがめっちゃいいんだよ。混ぜちゃうんすね。もう混ぜちゃう、ちょっと足りないんで、これでも一緒に混ぜて、で水分量は多分ちょうどよくなるから、さっきのヒロカマットが水分多めにちょっともう加水してて、で下のやつもそんな別に乾燥しまくってるわけじゃなかったから、多分これで、あ、まあこれでいいかな。ちょっとだけちょっとだけ加水して、はい、でもドロドロになるよりは乾燥してる方が手直しできるんで、はい、水入れるときは本当気持ち少なめで徐々に徐々に、意外と混ぜるとちょうどよくなったりするときもあるけど、うん、これぐらいでいいっすね。いい感じですか。いい感じ。ローラーじゃないけども、あー懐かしい。で、これをもう入れていく。手際がよく感じますね、慣れてるから。まあね、もう何回も組んでるからな。あ、でも拳、俺は職人ですね。そう、職人、道具は使わない。そう、仕事の流儀、そろそろオファー来てもいいもんな。いや、まだまだでしょ。いや、もういや、もうテニスの王子様、えテニスの王子様、越前龍馬。いや、ちょっとアニメ詳しくないんで、わかんないですけど。そうだ、まだまだでしょって言うんだ。まだまだだねっていう。へえ。これ一応全部、これここまで片詰めしたんで、はい、基本半分より上まで固めて、あとは上にこうちょっと柔らかいやつをかぶせて、まあ人それぞれですけどね、ここら辺からは。うん、で、なんとなく平らにしたら、で、転倒防止用の材を、まあ、3つぐらい、倒れた時用に。そう、倒れてひっくり返って起き上がるのに、こういう木がなかったらほんと自力で起き上がらないといけないんだけど、それで体力を奪われないように。わー、配慮がすごいですね。そう、具志堅のパワーワードで一番配慮がすごい。最初に多分聞いたかもしれないですね。あー、これとあとゼリー、ゼリーのね、カットね、これもやるんですか。そう、これはね、でもでっかいやつ、もう大きい、顎がでかいよ。あ、そっか、でかいか。そう、ヘラクレスのメス、まあやっぱ産卵中はやっぱ たくさん食べるから、特にヘラクレスとか大型は。へー、これをこう乗せて、で、これメスこうゆっくり食べてもらって、もう同居させてたんで、まあ交尾はできてるかなと思うん で中足上げて、可愛らしい。で、まあ多分一通り食べたらもう潜って産卵すると思うんで、はい、それまでちょっとしばらくお待ちくださいということで、じゃあ次、採卵するまで、はい、移動。はい、はい、ということで、続きまして、時間もだいぶ経過しまして、採卵をやっていきたいと思います。はい、多分採卵です。ん？多分採卵ってなんですか。採卵をしていこうと思いますんで。それ採卵でしょ。そう。あ、ちなみにカメラマンが、はい、ラララくんです。だったですよ、もう雑になってるやんララララって3文字だったらいいみたいになってきてるやん。よろしくね。よろしくです。ララ坂田です。ララララララでしょ。いや違うんですよ、坂田ベーカリー。ベーカリーっていうの。これもう大体、まあ、1週間10日ぐらいかかっ経ってるんで、産んでくれてればいいですけどね。メスはちなみにもう、メスはこの中にいる。中にいるんですね。だからこれを採卵して行きます。うわ、あ、いるね。あ、びっくりした。早速、これ赤目のメスだから、目が赤い。お前赤い。レッドアイ。レッドアイ、お酒じゃないやつ。あ、すげえ。翼も授けない。いや、もちろんそんなにどうでもいいぐらいすごかったですよ。初めて見たから赤目の。あ、そうか。さて、卵あるのかな。
なんか土がなんかね、ゴソって飛んでくるイメージですけど、ね、卵ない？ないか、もしかしてなかったら、いつもね、ある、もうポロって出てきますけど ね、あ、うわ、ちょっとダメだかな、ダメだ卵、ダメだ、うわ、一年動画がここで、なんかこの場合はもう一回ちょっと産卵セット組むんで、あ、そういうこと、待っててください、もう素早く素早く、ダメ、雑にしちゃダメですよ、いやいや、でも任して、あ、もうそこで何回グニャグニャしてると思って、これグニャグニャって意味だ、そう、採卵のこと俺グニャグニャって呼んでるから、あ、そうなんですよ、ちなみにこれ産卵セットをまた組むって言うんですけど、あ、やっぱダメだ、あ、潰れてる、ね、なんか割れて、なんか空洞になっちゃってますね、なんか無精卵なんだ、なんかちょっとうまいことかかりきってないですね、ってことはもう一回ペアリングから、もう一回ペアリングからだな、一応卵はあるけど、こう潰れてるというか、ね、なんか穴開いてますね、ペアリングさせないとな、一年動画途中で途切れるなんて一番最悪だよな採卵、うわ、でもまあそうだよね、あるはあるけど、あの感じなんでちょっと無精卵っぽいんで、もう一回ペアリングさせ直せます、ちょっと交尾させてみるか、させてみましょう、だこの動画は一連の動画なんで、その産卵セットを組むまでだったり、産卵セット組んで以降だったり、そういう時の、だから卵取れなかった時とかの僕がやってることみたいな、その1年間の一連の流れみたいな、もうヘラクレスのドキュメンタリーですよね、そう、本当に密着みたいな1年密着してるで、これがオスね、赤目、両方赤目なんです、ね、そう、だからほぼほぼ赤目が生まれる、あ、あ、もうこれは来たわ、お尻ヒクヒクさせてますオスが、でメスもやっぱ逃げないから精子ちゃんと蓄えてないのかもね、精子蓄えてたらメス結構逃げようとするんで、すぐ、あら、横になっちゃった、手にゼリーがついてる、こいつ、うまくいかないなちょっとダメみたいですね、ミオリさんね、ちょっとこれダメですか、ダメでした、坂田のせい坂田以外の時にペアリングさせますなんで動画外でペアリングさせて、最悪やな、だこれ、この動画ね、多分ね、どうあがいても50分とか1時間動画になるから、あ、でもいいっすね、そういうのも、うん、だからまあちょっとここは変なボケも全部カットして、うん、切り替えで、変なボケは全部か残して、はい、三森さん、小顔効果ですよ、うわーでこれ残るんですか、残る、絶対最悪、まあまあこれ一旦ちょっと動画外でペアリングさせて産卵セット組んで、でまた採卵させます、そうっすね、なんでそれまで一旦時飛ばし、はい、あれから10日、2週間経ちました、前回から引き続きなのかどうかも分かんないですけど、具志堅がカメラマンやってるけど、はい、前そのまあ、はい、ちょっと失敗しちゃったんで、さ2週間前は卵が、そうなんですか、そう、無精卵化で、へー、だからちょっと今回取れてないと非常にまずいことになる、チャレンジってことですね、そう、前のリベンジか、あ、まあまあそうね、まあうんじが合ってるからいや、ダメでしょ、うんじ合ってれば大丈夫でしょ、うんじってあんま聞いたことない言葉リベンジいきます、はい、まだメスもいるんで、ありますね、これ赤目のヘラクレス、あー、赤目の、そう、これで産んでてほしいな、ちゃんと交尾はさせたんだけどね、これは大丈夫か、一番を覚える、ちょい幸先悪いっすか、ね、もっと半分終わりました、やばいやばい、2週間経って何も進まない可能性が出てきたな、もうちょっと待ってよ、大丈夫です、大丈夫、大丈夫です、ちょっとこれ、もしかしてメスにさ、ね、産んだかどうか聞いてもらっていい、卵って産みましたか、産みました、あ、産んだみたいです、あ、産んだ、はい、ちょ、これ大丈夫
ギリギリじゃなかった声。いやちょっと疲れてるんですよ。あ疲れてんのか、はい、んでもう満身創痍ですこっちも。なんか心霊現象のやつみたいなお分かりいただけただろうかみたいな感じの声の入り方だったけど、ちょっと一旦皆さんお分かりいただけてないと思うんで、先ほどのシーンをどうぞ。やっぱ聞こえるね、産みましたって言ってたな。産んでたでしょ。え産んだんだもんな。言ってましたけどね。あれちょっとまずいな。いや宿泊ですね。いないカメラ。なさそうですか。ないね。あちょっとデジャブみたいになっちゃうんですけど。へえ。もう一度。そうですね、はい。大丈夫ですよ。そんなね毎回うまくいくわけじゃないですね。まあそうね、うん。まだ頑張れるか一応聞いてもらっていい。聞きますか。ちょっともう一回卵を産んでください。お願いします。頑張ります。あー言ってますね。あ言ってる。頑張りますって言ってました。さっきより声出てたもん。ちょっと気合い入れ直した気合入れてくれてんのかもしんないです、ね、申し訳ないな、うん、ちょっとよし、じゃあちょっとまたオスと交尾させてみて、はい、サイランの方まで移動させていただきますんで、はい、それまでしばらくお待ちください。はい、じゃあ、それまで移動。はい、ということで、またあれから多分再び一回交尾させて、産卵セットを組んでる状態なので、これ取り出していこうと思います。取り出していこうと思います。これ今そうか、今カメラマン具志堅ですね。はいはい。ちょっと今ねまずいと思って咳き込みましたけど、うんうん、大丈夫でしたか。ああそうちょっとだけね。まあ、うん、親によく噛めと言われてますので。いや噛む意味が違うでしょ。これまあカメラマン多分カメラマンがみんなで結構コロコロ変わってたりすると思うし、はい、それとまた別で引っ越しました。ああ、はい、実は引っ越したんです。まあ動画見てくれてた方は知ってるかもしれないですけど、でこれリベンジ会なんで、多分何回か採卵して失敗してるんですよこれ。今回ちょっとまずい状態で、で結構弱ってきてて、季節も取れてきてるんですよ。ちょっとやっていきますよ。あれ、具志堅？具志堅？ちょっと見とれてるのはいいけど、こっち撮って。すみません、でか、でかと思って。あ、でかだったんだ。ええー。まあ見とれてました。綺麗だなとか。まあ目が赤いんでね、これね。これひっくり返していくんで。これちょっと今回できなかったらどうなるかな。ちょっと心配ですけど。産んでてほしい。やばそう。断面を見て。待って、なんで？やばいぞこれは。いや、やばいな。潜ってる気配がないな。あもう土半分ぐらい見えましたね。絶望だ。ちょっと待ってよ。もう散々部屋が変わっただけじゃないこれ。うわあ、ちょっと待って。あ違うか。石か。このままだとやばいよ。ひたすらチャレンジさしてはゼロ個で追いがけ動画外でしますって言って、はい、動画外で交尾さして、はい、採卵のために掘り出すみたいな絵を繰り返して撮ってるだけの動画。まあでももうこのメスが星になるまでとりあえず頑張るんですけど、まあいなかったです。ちょっと悩ましい事件ですねこれは。いや引っ越しますか。違う違う、運気とかじゃないから。この部屋のもう一回追いがけするか。はい、こちらでかこちらを、じゃあここに木だ。久しぶりだね。久しぶりに見た木。メスも弱ってるからちょっとラストチャンスだと思うな。なるほど。いきます。この中に僕は産卵セットをまた組み直してくんで、はい、交尾してほしいな。ちょっとこんなすぐするもんなんですか。そう、まあ成熟してれば。うわ怖い。メスも別に逃げないから、やっぱ精子がちゃんと蓄えられてないんだと思うから、もしかしたらオス自体に生殖機能が低下してるのか、そもそもメスが、メスオスどっちかな。とりあえず産卵セットは組み終わりました。
はい、毎回遅いんだよな、このオスがスイッチ入るのは。そのすごい速いオスだともうほんと乗せた瞬間交尾するぐらい速いやつもいるんだけど、もうそこはやっぱ個体差もあるね。性格出ますね。うん、ちょっと奥手なオスなのかね。動き的にはやっぱもうメスっていうのは分かって、でこう確認してるというか、でお尻もたまにヒクヒクさせるから、生殖器を出そうとはたまにしてるようには見えるんだけどね。ゆっくりゆっくり整えてる。逆に何もしなかったら逆に怖いもんな、こんだけメスもおとなしくしてるのに。まあまあまあ、具志堅もだって俺にカメラ向けてさ、喋れよ。なるでしょ。なりますね。と一緒、多分。一回またたくさん餌与えて、もう一回産卵セット組んでみます。はい。で多分それラストチャンスなんで。なるほど。ちょっとどうなるか。諦めないですね。諦めないよ。こいつらもやっぱ産みたいはずだから。なるほど。できるだけ頑張っていきましょう。はい。一緒に。よし。頑張ろう。マクドナルド。何それ。じゃあちょっともうちょっと待っててください。はい、はい、それまでしばし溶き卵。いや溶き飛ばせよ。はい、ということで、あれから何日か経過しまして、カメラマンが変わりまして80さんになってます。はい、80です、お願いします。はい、ということで9月の下旬ぐらいから、はい、この動画撮り始めましてやってたんですけども、メスが星になってしまいました。最悪。やだよ、こんなことになるなんてっていう。ただやっぱね、そう言い訳に聞こえたら申し訳ないんですけど、はい、その赤目っていう血がどんどん濃くなってきてるんですよ、固定してる分。はいはいはい、兄弟同士なんで、うん、ってなってくるとやっぱまあ類代障害じゃないけども、幼虫が取れたとしても幼虫から成虫になるまでの確率が少なかったり、うん、卵から成虫に、あ、幼虫に孵化するまでの率が低かったりとか、産卵数自体がそもそも減るとかがあったりするんですけど、はい、それの中でも最悪な事態になってしまいまして、はい、ちょっとマジ本当でも落ち込むか、それはね。落ち込むよ、見てる人もな。はい、いや申し訳ない本当に、うん、こんな終わり方するなんて。ただこういう動画を今作ってる途中っていうのもあるんで、うん、いろいろいくつかやっていく予定なので、はい、ギュッとまとめたね、1年半をギュッとまとめた動画っていうのも今後やっていこうと思ってます。確かに見やすさは相当あるよね。まあね、何時間になってるか分かんないですけどね、この続きどうなるんだろうとか、はい、なんか別の動画調べるよりもね。そうですね、確かに一本にしてた方がっていうのを絶対やりたかったんですけど、はい、それの第1弾がこれだったでもちゃんとね、その最後までこれを動画にするのは偉いとは思った。それだけ。それだけって言い方やめてよ餌を与えてる時にもう星になっちゃって、で今もうちょっとまあ冷蔵庫の方に眠ってもらってるんですけど、あ、ちょっとまあ第2弾も進めていく予定なんで、うん、そうですね、皆さんも相当先になると思うんですけども、はい、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。ということで、本日の動画は以上です哀愁立つな無理やりいやいや無理やりとかじゃないでしょ。ちょっとね、はい、ちょっと涙ぐんでね、こっちも赤目になっちゃいましたって言ったらよかったけど、全然泣いてないしいやさすがによ、それは。泣こうとしてるこいつ、いやできないでしょそういうの。いや鼻スースーしてるだけ。いや辛くてこっちも鼻血が出ちゃいましたけど。いや全然うまくない。まあ、ね、まあ、ちょっとね、本当リベンジはマジで、はい、リベンジしましょう。いいですね、頑張ろう。いやいつもなら逆の手って言ってくれるのはい、ということで、まあくよくよしても仕方ないので、はい、はい、これからも頑張っていきます。はい、ということで、まあオスはまだ元気にしてるので全うしてもらおうかなと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。